ヤガチャガチャンネル。あはい、カードねえ、ノストラテス初めて見た。初めて見たのだろうか、わかんない、出会ったかもしれない、記憶がないだけの可能性も。手紙になっちゃう。あー、封が閉じられ…あー出た。画面に映っちまったばっかり。ちゃんと手紙にしてあげよう。お手紙まだかな。来た。速達で。お待たせー。おわー、こいつめんどくさ。すごい敵増えてきた。終わりかもしれん。なんかやたらめったら弾飛ばす敵が増えてきたよね。弾飛ばすのよしてほしいんだけど。ねえ、よしてほしいんだけど。あぶね。で、よいしょ。危ないよ。わー、危なかった。さあ、とりあえずハート取っといて、で、で、さてさて、右か。右。あそこ隠し扉。で、ほう。ほうほう、ああ。もう大変。あれはガムシだろ。で、なんか生まれちゃったそこに。ビッグバッドウルフかな。生まれちゃった。じゃあ帰ってこないと。帰ってくるとこ見よう。当たんなかった。疑惑の判定じゃない今の。ちょっと優しさあったかも。危ない。うわぁ、んで、うわぁ、見て、やだ、こんなとこいられるか。うい、こんなとこに入れるか。よし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 。いやでもタロちゃんにしては上手になってきたよね、アクション。ほんとほんと、うん、基本的になんか B 押せばいい。おっと、逃げろ。よいしょ。で、あ、違うか。こっちじゃない、上に行かなきゃいけないから。どうしたらいいんだ。終わりだ。あ、これどうしたらいいんだ。終わった。あ、乗れるのか。乗れるんじゃん。終わってんだよ。はい、お待たせ。始まりだよ。で、上から行ってよ。仕方ないな。で、合流。かわいそう。え、そんなこと。危ない。お、タロちゃんの大冒険。危ない危ない。任せたよ。任せといて。上のも取ってよ。やだ。いや、でもここ絶対通らないじゃん、この通り道。わがままだな。わがままだよ。わがまま貫き通してこっちはヤガミンやってきたんだから今まで。やめな。わがみんだよ。わがみん。わった。上行って。いや、時に当たらないようにね。危なダメ。なんこいつら。その隙間を縫って一員となるってこと。いけいけ。帰る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 。はい、ダジバグ。ダジバグ。危ねえ危ねえ。いいよいいよ、やるやん。パン、痛い。 でもまだ4つもあるから。あと3つもあるから大変だ。急いでいかないと。もう構ってらんない。よし、あと2つ。やばい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 。そんなところで復活。さて、うわ、すーげー反対側に行かされるじゃん。水中面長っ。こっち。いや、多分こっちが外れルートだから、外れルート先行こうよ。まあ、よいしょ。んで、あ、こっち。あ、おじいちゃん、うん、なんだろうな。繋がったかも、どっかと。ワンチャンあるね。行って。今、とりあえずハート出しといて、おーっと終わりだ。わーって言いながら画面から消えてったよ。うわ、ん、これはかい、あれ飾りか。あ、だからこれはもうこうして、あーばばばばば、行くのが正解で、典型的な外れルートっぽいな。 うるせえな。あ、繋がるな。これで上と下が繋がったから戻んなきゃいけないんだ。はあ、あくまで反対からの道を開けたに過ぎねえんだ。なるほどね。にしてもさ、あれじゃない、このゲームカット難しいからさ、うん、毎回ながらなんか適当に雑談してくんだけどさ、うん、ね、ディズニーイリュージョンアイランドの実況プレイと言いながら
あのラジオみたいな感じでお送りしてくるんだけどさ、ディズニーランド実況プレイ、ラジオプレイ、にしてもアイドルは安直にミッキーのモノマネを選びすぎだよねって話。だってなんか雰囲気でいけるから。あとなんかなんていうの、あのディズニー好きな、死んだよ、あのディズニー好きな私可愛いっていう空気が見える。我々知らんけどな。そう、なんかやっぱりミッキーを抑えてる、ミッキーが好きな私みたいな。もう世界的にもう有名なディズニーを好きなところでなんか普通って感じだけど。すげえ正論。なんか別に好きなのでは。よし、危ない。だからあれだよね、なんかさ、あの待って、輝きの報酬が1950まで明らかにするね。えあれをね、なんかさ、ディズニーの中でもさ、なんかちょっとニッチなところ好きとか言われるとティンクする。なんかちょっとこいつなんかやべえなって思っちゃうな。そう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 、フォンドレイク教授、あー、ね、見たことあるかも。あのなんつうの、あの一番好きなディズニー作品モアナですみたいなさ。モアナはだいぶあれだよ、最新しいしな。いやでもあれじゃない、なんかモアナ1位、なんか何、ディズニークイーンランキングみたいなのがあったらさ、ああもうなんかあのなんだっけ、ムーランとか好きな人はすごい好きなんだろうなって思う。あーわかる、ムーラン好きな人はガチっぽい。ちょっと人選ぶじゃんね。あの多分子供はあんまりとっつきにくい、絵のタッチがただでさえちょっと難しいもんね。ちょっとターザンとかもあんまり見ないじゃん。あれね、ターザン、これで、ね、あの誰だっけ、聞こえたね、ターザン聞こえた、うん、誰だっけ、あのモノマネ、あれ誰だったっけね、その誰だ、あれ誰だっけ。もやもやするだけど、もやもやする。ターザン知らないのにあれ見てターザンだなって思っちゃった。わかる、登れないんだけど。でも大体ディズニーだと思ったら江原雅宏さんのこと多くね。わかる、うん、もういいや。ちょっと諦められた。あれ、あ、壁がここにあった。もう待ってくれ。なんかあのあれじゃ、なんかなんだっけ、アリエルのさ、うん、セバスチャンのモノマネとかすごい上手なイメージしかないもんね。上手、歌ってたな、なんかテレビでね、みんなで。あそこに機械いるよ。え、赤い髪の。どっから行くの。こっちだべ、連れてってくれる。あ、生まれちゃった。そう。手紙にしろって言ったり連れてけって言ったり。もう気分があるわけ。これだから乙女は大変。そう、女の子ってご機嫌屋さん、ご機嫌屋さん。何それ。気分屋だから、ね、ご機嫌屋さんっていつもご機嫌ってすごい。だってあれだもんね、乙女心は秋の空って比喩されるからね。さ、すぐ雨降るから。めんどくさ、そういうこと。晴れてたと思ったらすぐ雨降るってことじゃなかった、わかんないや。え、めんどくさ、そういうことだろう。うん、乙女心は山頂と同じ。あー、もう乙女いいですわ、お断りします。それをね、しゃあないなって、いや、できる男がかっこいいなとされている時代。なるほど、そう。あ、じゃあ結構です。うん、そういう男はそうやって生きていけばいい。いろんな男がいていい。それに見合った女がついてくる。あ、聞くことは何、それ、うん、タロちゃんはそれに見合ってるってことでいいの。うん、なんか、わかる。え、でかくね、ここマジで広い。めちゃくちゃ目的地したいんだけど。な、でもなんか一本道になったかも。あー、なるほど。知らんけど。でもさ、思うわけよ。なんかさ、あの、よくさ、なんか世の中のさ、男がさ、うん、もう彼女なんかできないんだみたいなこと言うわけよ、うん。なんか俺でもできてるから大丈夫だと思うけどねってよく思う。なんかやる気出せよって思うよね。自分の親にもいたんだからできるやろって思っちゃう。あー、なるほどね。あの子もイケメン美女しかダメなんだって、お前の周りの家族どうなんだって思っちゃう。え、なに、なんか急に唐突に全世間の両親です、だってね、絶対大半の人うちの母ちゃんめっちゃ美人でとか思ってないでしょ。あー、でも母ちゃんにも美人の時があったのかもしれない。知らんかな。知らんかな、それはもうその人次第、わかんない。いやでも確かに言われてみりゃそうだな。顔のせいにする人が多すぎ問題。それで言うとあれなんだよね、うちの親父俺とほとんど同じ顔してんだよね。うーん、まあね、同じ DNA、 相当同じ DNA なんだよね。ね、1ミリだけ違ったのか。魔法使い、あー痛い。すごい、空中にいる時に止めたからだよ。取ったら止めるルールじゃん、もうそれでやってきたじゃん今まで。だ、これをちょっと順番に踏まなきゃいけないんだな。うん、できてもらっていい。
あえここは何なん、あ、あの黄色いドア開けなきゃいけないのか。あ、終わった、するってで、とりあえずこれでいなくなった。え、もうこれ俺もいなくなるよこれ、だってあいつ逃げきれねえもん。残念、やべ、あーあー、で一回開けて、で、あれだけは取りてえから、よいしょ。で、こうしてこうなっちゃうんだよね。なっちゃうから、そうだよね、下から行かないといけなくて、で、すぐにこっち側からこうすればいいのか。オッケー。そう。できると思ってたよ。いやー、でもあれだよね。だから、あれだよね。なんか世の中にいるさ、俗に言うひもて？諦めないでほしいよね。なんとかなるよ、大体。なんとかならなかったら、あー、目の前へポスト、あそこに集まりたい。おじいちゃんだからダメ？ダメか。あー、そうなのよね。死ぬまでわかんないから、なんとなく頑張ったらいいと思う。なんかさ、ほら、TikTok 始めたじゃん。うん。さ、TikTok でいろんな相談もらうんだけどさ、なんかやっぱりだけど何？あの、イケメンじゃないから彼氏、彼女ができませんみたいな相談とかもらうわけ。イケメンじゃないからじゃないよ。姿勢が悪い。頑張って、すげえ切れ味いいこと言ってない？お前が TikTok やれよ。イケメンしかできないんだったら、この世はイケメンばかりしか生まれない。なるほどね。あ、これはイベントか、風呂か。あ、風呂だ、あったかい、あったかい、あったかい、風呂で抱き合う。何そのラブホテルみたいな話。よいしょ、キュッパーン。なんかそんな、なんかその愉快な感じやめて。パリピみたいな動き方やめて。でもミッキーってパリピみたいなもんでしょ。まあね、僕らのリーダーだからね。ねえ、パリピの クラスの中心人物だからね。ねえ、そうだよね。僕らのクラスのリーダーはだっけ。うん、いた、もうダメだ、終わった、帰る。ミッキーマウスマーチって何バージョンあるんだろうね、今もはや。でも基本的なのは1個なんじゃない。いろんなのに取り込まれて、よく分かんないけど、あのさ、昔さ、コナミがさ、ディズニーの DDR を 2,3 作出してるんですよ。はい。その時とかだとあれだったよ、あのディズニーのミッキーマウスマーチのユーロバージョンとかあったよ。確かにパラパラとかある。そう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 、時代にね、乗っ取ってね、やっぱディズニーさんだからね、時代は見えてる。そう、だいたいどのディズニーのバージョンにしても、ニキマウス、ウェダタタタタタタ、はい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 って言うよね。言う。あげてこ。あー、この野郎。なんだろう、リスナーさん誰も分かってくんないと思うんだけどさ、あの、俺すげえ好きな、俺邦楽のアーティストでキャプテンジャックって言ってさ、でそのキャプテンジャックがあれなんだよね、一個そのディズニーのミッキーマウスマーチ、うん、歌ってるバージョンがあってね、それすごい好きなの。そうなんだ、歌ってもらっていい？うん、あ、いや、伝わんないからもう、お話は終わりなんですけど、ただただ私が好きな洋楽の話なんですけど。なるほど。いやさ、最近年取って聞いてたんだよ俺。難しくなってきた。多分だけど俺ね、邦楽より洋楽の方が好きなんだよね。そうなんだ。だって聞いてる曲とかあれじゃない、インストゥルメンタルとかさ、うん、あのユーロビートとか多くない俺。わかんない。あ、なんだ、俺に興味ねえのかこの野郎。わかんない。あれじゃん、なんかね、あ、死んでた、ごめん、頑張って。タロちゃんがなんかその何、あのヤガミン強火勢に対して日頃のヤガミンを伝えてくっていう役割があるわけよ、くるく。日頃のヤガミンね、静かだよ。やめろよお前、お前も喋んな。伝えてって言われたからさ、あの僕のヤガミン知りたいかなって思って。お前も喋んな。静かだよ。ずっとスマホ見てる。ずっとスマートニュースばっかり見てるからね。あー、わった。もう常日頃からニュース見るのばっかり好きだからね。すごい、もうあのね、ごちゃんのまとめ見てる時が一番落ち着くんだよ。もう機械のばっか見てるのに、それだけジュース見てたのに、それ知らないのって時あるよね。ああ、それ結構俺あるよね。うん、なんか意外と何、みんなが知ってる常識的なニュース全然チェックしてないみたいな。あるね、機械ばっか見てるから。そう、でも後藤真希が VTuber になるニュースは速攻で見たみたいな。あれね、 Twitter で見たから。
そう、ツイッターはさ、あれじゃん、ニュースが話題になった後のサイトじゃん。トレンドに乗って今日何があったかなぐらい。そう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 、だから実際問題ニュースってかキュレーションアプリで見た方が早いんだよね。キュレーションアプリ、要はなんかニュースがまとまってるみたいなさ。なるほど。だったら LINE ニュースのさ、あ、タイトルだけ見て満足してる。 LINE ニュースなんか見出しの出し方嫌いなんだよな。速報って書いてある。なんかどうでもいいニュースやたらめったら騒がしく出し気味だから好きじゃないんだよねあんまり。パンダの赤ちゃん誕生、そういうのが一番いいよね。ね、上野動物園にパンダの赤ちゃんが誕生みたいなさ。出れなくなっちゃったあそこから。とのこと、とのこと。多分これでまたどこか名前はペイペイに決定。あれだね、支払いできそうだね。できそう。あーこれは死ぬって。それ食らわないで抜けられるビジョン。なんか難しくなってきたからちょっとなんか大変かも。確かにちょっとなんかあれだよね、過去一今難しいよっていう雰囲気出してきてるよね。もう終わりってこと？いや近いと思うよ、達成率だってもうだって50何パーいってるし。終盤ってこと？そうだからちょっと、うわー、何難しいでしょ感も出していきたいお年頃なんじゃない？なんかさ、四方八方に弾出すキャラがさ、もう3人ぐらい見たこれまで。そうなんだよね、ちょっと玉なしキャラクターで片付けてる一辺倒な感じなのはね、ちょっとだけいただけないかなとは思うけど。嫌い、玉出さないでほしい。そう、対応方法がずっと変わんなくなっちゃうからさ。音速玉出しは絶対にやめてほしい。そっち待って、看板みたいわ。いや、じゃあこっちを外れるか。こっち何も書いてない。だからアイテム部屋なんだべ。ダメ、パパ、いやだ、この焼き芋ドリルが。焼き芋ドリル、いってあ、頼んだ。どこに行けばいいんですか。急げ急げ、とりあえず、あーでも右のあれ取ってほしいな。あ、上にあれある、ポストポストまで行こう、うん、焼き芋ドリルがいたから無理です。ハグは、あ、水の中入っちゃったらできないよ。いやー、うわ。で、これ上、多分開通だな。開通させとくか、させとくか。実際問題さ、ディズニーキャラで一番今来たよ、下にちゃんと。あ、死んだ。ちゃんと今すごい優しく下の方に行ったのに。俺今までの経験からタロウも諦めてしまっていたんです。いやもうダメです、そういう発想は良くないです。あ、これは喧嘩だ。あ、かわいそう。俺めちゃくちゃ優しかったのに今ちゃんと、あ、ここは行かないとなって。一瞬だけ優しくなったってことはこれからもずっと優しいってこと。あー難しいね。あー、だとしたらもうその優しさダメです。え、だって、でも俺優しいと思うけどな。だから、うん、優しい人は自分で言わないんだって、そういうこと。いやいや、だって言ってこないとさ、気づかないじゃん。だから、哀れなる気づかないってことは思ってないってこと。海の中、さやかぜ聞いてます。 あ、地図か。パンダ助かる。どこに何が、右上かい。 あ、右下も来た。ちょこちょこ道がつながるぐらいのあれだったよかった ね。だからここのポストだけ取ったらもう下行っちゃえばいいんだね。どうもね。どうもな。あ、終わった、うん、終わってない、生きてる。ほら、なんかほら昔だったらさ、うん、気づいてくれるみたいなあったけどさ、うん、なんか今ってほら何、感受性の問題かさ、うん、なかなか何、分かりやすくしないと気づかない人が増えたじゃない。あ、でもどっかに関してはあの人優しいよねみたいな。いや、俺全般的に優しいべ。だとしたらみんなそう思ってるんじゃない？今すごい冷たい言い方したけど、ちょっと後で話があるけど。なんでなんかすごい今やたらめったら冷たい言い方で俺のことあしらったでしょ。だってみんな思ってるんじゃない？優しいんだとしたら言ってくれると思うよ、矢上さん優しいですよ。なんかどうせいつも並んだ名前しか言ってくれないんだ。いつも安定してね、言ってくれる人が言ってくれたら満足じゃない。いや、ありがたいなとは思うよ、うん、マジで思うけどね。見てこの滑り方、シュー。いや、なんかそのいつも優しくしてくれる人っているじゃん、うん、それはすごい嬉しいの。よかったね。なんだけど、あれはなんかなんだろう、仮初めの世界なんだろうなと思ってて。俺に夢を見させてくれてるの。そう、俺に夢を見せてくれる仮初めの世界だと思ってて、むしろ優しくされてるってこと。
だからね、なんか毎回毎回ね、ヤガミンですってやってるけどね、うん、なんかね、そういうしがらみの中ではずっと生きてる。なるほどね。大丈夫だよ、なんか元気出しな。本当はみんなそんなこと思ってないんだろうなみたいな感じの生き方してる大丈夫、元気出しな。そんなこと言ったらみんなそんなこと思ってないのにってなっちゃうから、元気出しな。何そんな優しい世界。じゃあみんな、あのそなたが元気であればみんなも元気であろう。あ、なんか箱取ったのに箱の方が消されてしまった。箱が消されてしまった。いやね、すごい広いな、ね、あっちは。あ、ごめん、死ぬから一回やらして。知らなかったわ。ポストにいます右壊せよ。あ、すいませんね、なんかすいませんね。自分で考えて動くってあるでしょうん、考える力あるよね。ほら、女って秋の空だから泣くよまだ下がるか。でもいよいよ行き止まりだぞ。え、ってことはどっかでワープが、ワープって、ワープは絶対させてくれるだろうね。絶対できる気がする。シュン、やーこ、シュン、ドゥン、うわー、取ってね、それそれ取って、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 無理、無理、死ぬでしょ、取って、無理だよ。だったら手前で死んでいいから取って、一個だけ残すのが一番しんどい。いいじゃん、もう一機あるから一回食らっちゃえばいいじゃん。ひよった方が、ひよった方が長引くよ。そう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 、どうせここで死ぬだろ。俺だって、これだって俺でも死ぬもん絶対、ブワーで。もう今ので死ぬ未来しか見えてなかったもん。乗った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 今日は F1 じゃなかった急ブレーキしてのハグ。よいしょ、ラララララララ。んで、はい、で、どうせここでワンダメ食らうから。あいつすごい疲れるじゃん。あいつね、一回出し、一回ゲップさせればいいのか。ゲップした後、はぁ、あ、はぁ、あ、って言ってるから。で、あれ、ウェイト、もう、もうゴール近いよ。え、なに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 、今お前なんか見つけたな知らん知らん、勝手に、勝手にやって、よくやった。通っちゃったみたい、俺の手紙が。君が手紙になったことは無駄ではなかった。あったわ。ウェイトレスの衣装。恋するグーフィー。いや、ディズニー作品ありすぎてわかんねえよな。わかんない。なんか細かい短い話もいっぱいあるから。ね、ショートストーリーみたいな、全然あれだな、書いてこない。よし。はい。んで。よいしょ、ハート、いっぱいあったわ。で、おお、うわすごいな、これボス来るのでは。やばい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 、これは間違いなくボス戦だな。誰だっけ、オルドタイマー。どうやって降りてきたんだ。はぁ、あ、嫌な感じだよ。どうしたの、はい、って言わなかった見知らぬ人が最後の書物を求めてやってくるって聞いたのさ。ねえ、僕たちって見知らぬ人だよ、僕たちかな。そんなで書物を持ってるの、残念ながらその通り。渡してくれない。それはできない。じゃあ戦って奪いってこと、簡単だね。ほう、やってやるよ。うわぁ、ルパルパかな。ドナルド、なんでいつもそんなことばかり言うの。喧嘩っ早いからだよ。誰も仲間はずにするわけにはいかない。あ、みんなに対してそうならなきゃいけないってこと。ねえオラ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 、うわ